はい、どうも、ゆきです。今日はですね、なんと、突発で、スーパーなんですけど、スーパーにね、近くの俺のスーパー、行ったんですよ。そしたらなんとですね、こちら。ホヤがね、2個で250円で売られてました。はい。こちら、皮付き。これが皮らしいね。俺、見たのも初めてなんだけど、そもそも何の生き物なのかもよくわかってないんだけど、まあ、海にいるね、ホヤっていうね、生き物らしいんですけど、ちょっとわかんないんですけどね。見たの初めてなんですけど、結構これが皮らしいんだよ、これが。ここが、ちょっと硬いんだけど、これが、皮らしくて、これを剥いて剥くと、このようになります。ね。で、なんか、黒いところを取り除いてとか、いろいろやったんですけど、まあ、小屋のこれ刺身ですね。小屋のお刺身をですね、ウイスキーと一緒に、どんな味なのかね、小屋っていう生き物は一体どんな味がするのか、ね。ということで、人生初のね、小屋。人生初の小屋を食べてみる。で、先ほどね、醤油買ってきたんで、あれこれ、OK?出る。あ、出る。ね。で、ラフロイ軍のね、セレクトカスクでちょっといただきますか。どんな味するんだろう。てか、何の生物なんだろう。あれかな、ナマコとかの、ナマコとかのあれなのかな。ナマコっぽい、柔らかいんですよ、中身が。ナマコのあれなのかね。それでは食べていきたいと思います。いただきまーす。あ、牡蠣。これ牡蠣にそっくり。うまい。あ、これ貝類だな。さては牡蠣と、あと牡蠣とウニのどっちもの味がする。牡蠣とも言えるし、ウニとも言える。なんかどっちもつかずの。うん。うん。あ、うまいこれ。あ、うめえ、これ。さすが、珍味。珍味なだけあって。初めて見たよ。あ、うまい。小屋でググります。小屋。小屋は、なんだこれ。まあ、海の生き物。ね。だって。って書いてある。海産物らしい香りが強く、そうですね。海の塩の味がする。っていうか、風味がする。ミネラル分が豊富である。これ、うめえ!ただちょっと身が少ないかな。うん。あれだね。一匹125円か。二匹で250円だったから。日本では主にマボヤ科のマボヤと赤ボヤが食用にされている。ちなみにこれは宮城県産って書いてあったな。宮城県産。
うめ。うめえ、これ。恐ろしくうまいぞ、これ。あの、牡蠣が俺大好きなんだけど、牡蠣の、あの、海の香りみたいなのあるじゃん。あれと、ウニの、あの、ちょっと、なんだ。あの、味噌っぽい、味噌っぽいっていうか、その、カニ味噌っぽい風味の、あれ味噌、じゃあ、あの、ウニってさ、カニ味噌っぽい味するじゃん。あんの感じ。うん。それが混じってる感じ。うん。で、あの、牡蠣みたいに割とプリプリしてる。プリプリしてて、みずみずしくて、うまい。めちゃくちゃうめえじゃん、これ。まあ、一匹125円で、あの、ちょっと買ってみたんだけど、初めてだからさ、親ってどんなやつなんかなーと思って、どんな味するのかなーと思って買ってみたら。あと、あの、あれも買いましたね。あの、白子。白子も買ったんだけど、マダラの、タラの白子。94円。値段が94円。100円以内だったので安かったので買いました。タラコも、あの、タラコじゃねえ、あの、白子も食べたことないんで、ちょっとね、またちょっとどうやって食べるかね。あの、ググって食べたいと思います。これはね、うまさ、5つ星。ということでご視聴ありがとうございました。